こんにちは、速稼塾の久保です。 FX をはじめとして、通貨投資に関してね、私もコンテンツを作っておりまして、特に毎日のように FX の相場解説をしていたりとかですね、暗号通貨の解説ってのは2014年からやってますんで、もうね7年になるんですよね。その中で複数の質問をいただきます。そしてこの1週間も、40ぐらいの質問をねいただいたんでリストアップしたんですけども、それぞれに回答させていただきました。その回答を個別にする前に、大前提として私がねお尋ねしていることがあるんですよ。そのお尋ねしていることに答えられた方はこの40人の中でも1人もいなかったんですよね。ですんで、まずそれを決めてからじゃないと、これはね個別のアドバイスできませんよっていうお話をして、まあ現在はね、個別のアドバイスに進んでいるってことになりますけども、今回の動画はじゃあね、投資をするんだったら、暗号通貨に限らずですよ、ビットコインとかに限らず、投資をするんだったらどんなことを大前提として決めなければならないのかってことを繰り返しになりますけども、今回も紹介したいと思います。4点あります。1つ目はですね、その投資によっていつまでに稼ぎたいのかっていう期限を決めてくださいね。いつまでそれやるんですか？投資一生やるんですか？3ヶ月ですか？1年ですか？5年ですか？変更があってもいいから、とりあえずね、いつまでやるのかってことを決めないといけませんよ、投資なんですからね。例えばデイリートレードだったらね、1日じゃないですか。私の場合は朝6時に相場を見て夕方6時に終わるんですよね。スタートが朝6時、終わりが夜6時です、ね、決まってるでしょ。だからそれなんですよ。だから朝6時にしとこねたらもうしないですし、夕方6時にもう終わるってことを決めてますから、先延ばしすることはありません。前倒しすることがあってもね、6時には私の相場投資っていうのは閉店なんですよ。こういう感じで、1日の取引っていうのを決めてますね。はい。そしてですね、2つ目なんですけども、いくら稼ぎたいのかってことを決めてますかってことなんですよ。その投資によってあなたはいくら欲しくてやってるんですかってことですね。就職しても月収25万みたいなところをね探していたら、1ヶ月で25万稼げるところを探すでしょ。それは生活費とか自分に必要なお金を計算しての上での、目論見の金額だと思いますけども、投資をやったからといってね、30円稼ぎたくてやってるんですか、それとも30億円ですかってことなんですよ。程よい金額ってのがあると思います。それこそ自分の力量に合わせた金額、自分の消費金額に合わせたような目標金額ってあると思うんですよ。もしくは本業があってプラスで5万欲しいねっていうところの5万かもしれませんよね。これを決めてない方も結構多いです。ここまでをまとめると、いつまでにいくら稼ぎたくって投資をやってるんですかって質問にスッと答えられないといけないですよ。私はいつも答えられてるでしょで、3つ目なんですけども、じゃあそのいつまでにいくら稼ぎたいを実現するためのあなたの武器、軍資金、それはいくらですかってことなんですよ。あくまでこれは余剰資金ですよ、ね、生活資金とか貯金の洗いざらいで、これだけありますとかね、300万ありますとか500万ありますとか言っちゃダメですよ。そうじゃなくって、投資に振り向ける余剰資金です。これはいくらありますかってことなんですよ。投資に振り向ける余剰資金っていうのは、10秒後になくなっても全然生活に影響がないっていうお金のことです。ですので、人によってはね、余剰資金が5万円かもしれませんし、余剰資金が100万円かもしれません。あなたはいくらですかってことです。仮にも借金をしたり生活費に手を出したりしてはなりませんね。投資に振り向ける金額、その許容金額はいくらなんですかってことですよね。限界金額ですね。これ3つ目の条件になります。そして最後4つ目なんですけども、いくらの損失を覚悟してますかってことですよ。いくらを失ってもあなたの暮らしは壊れませんか、あなたのメンタルは壊れませんか、あなたの人間関係は壊れませんかってことですよね。だからね、1円もなくしたくないって方は投資はやらないでください。投資はなくなる可能性があります。なくなった時のダメージが3万円までならなくしてもいいのか、500万までならなくしてもいいのか、これみんな違いますからね。だからそういうふうに退場するライン、デッドラインを決めておかなければ投資ってのはやってはいけないかと思いますし、特に私に何かね投資のアドバイスを求めるようでしたら、最後にまとめますけども、いつまでにいくら稼ぎたいのか、そしていくらまでだったら使えるのか、いくらまでだったらなくしてもいいのか、この4点が明確に分からない限り、私は個別のアドバイスができません。これからもそういう回答になりますので、まずこの4点をね持ってですね、私の方にメッセージをいただければと思います。投資においては暗号通貨でも何でもそうですけども、この4つが決まらない限りは単なるギャンブルですから ね。少なくとも私に対してアドバイスを求めるときは、この4点がない限りは答えることができませんので、無責任な回答になっちゃいますんでね。
まあその辺ご理解よろしくお願いします。ということで今回は暗号通貨投資の勝利の最低条件ですかね、これについて4点お届けしました。心に留めておいていただければ幸いでございます。それでは失礼します。